ダメ、逃げても無駄。あいつらを束ねている奴を見つけて戦おう。束ねている奴って私たちがこの世界に取り込まれたんだ。ここは現世でもあの世でもない、どちらとも地続きの場所。どうしたんだよ。どうしよう、逃げ場なんてない。今さら何言ってんだよ。この村嫌いなんだろ。確かに変なやつだと思ってるけど、こんなとこにいたらそうなるのもしょうがないと思うよ。一緒に頑張ろう。そんでこの村から逃げ出そう。あの変な兄貴からもさ。お前、お前じゃなくて須田京也。京也、ありがとう。昨日のお返しだよ。どうして逃げるの？素晴らしい方が待ってるわ。懐かしいな。子供の頃に私がつけたものだ。え？それってどういう。私はこの村の生まれだ。あの事件で両親を失うまでここで育ったんだ。しかしとんだ里帰りに君を巻き込んでしまったな。無理やりついてきたのは今年ですよ。
だかどんどん体が変な感じになってきちゃった。アンナ、私死んじゃうのかな、それとも化け物になっちゃうのかな。これ以上体が赤い水を吸ったらまずい。これこの子供が先生なんですね。これは奴を倒してすぐに戻る。待ってろ。志村さんなのか。先生。